はい、こんばんは。2017年の9月の16日の土曜日ですね。ちょっとね、あれですよ。今日は発売日、デュエルマスターズの発売日で、朝から結構にぎわってですね。あと、福島から初めて海遊くんが来たりとか、あと、それに伴って、まつりくんのお友達関係だよな、よもぎもちくんだとか、コーヒー大好きくんとか来たりとかね。あと、三重県から、ななちゃんくんかな、男の子なんだよ。まあ、おっさんかもしんないよ。ななちゃんって名前だっけ、すごいな。が来てくれたりとか、あと誰だ。あと、滋賀県からゴーイングマイウェイキララくんが来たりとかね、結構にぎわってありましたよ。で、さすが発売日だね。みんなたくさん、新しく、デュエルマスターズのね、第3弾、新発売の、気分上々、メラ冒険。冒険がなんかカタカナ意味があったな。まあいいや、それを買ってくれてました。はい。お店も売れて大変良かったです。あ、そうそう。あと、それで公認大会のね、超デュエマフェス、大会がありまして、そちらもたくさん参加者があって、大変楽しかったです。超デュエマフェスっていうのはね、いつものデュエマフェスに比べて、超がつくぐらいだからね、なんとね、参加賞が3倍、優勝のプロモ、まあ、じゃんけんのプロモだけどね、あれも3倍という、まあ、なんとも豪華な、フェスなんですよね。だからそれは、新しい段が発売する週に合わせて行われる。うまいよね、デュエルマスターズさんもね。新しいパックが出るその発売日に合わせて、ちょっとその大会の景品を豪華にするっていうね、なかなかうまい作戦だと思いますよ。はい、という超デュエマフェスもやったりとかしましてですね、どうやら張り切りすぎたんですかね。はい、なんか気合い入れすぎたのかもしれないですね。お店が終わる6時ぐらいからかな、なんかちょっと調子悪いんだよね。なんか変な汗かいてるし、んなんだこれと思って、そういや今日しょっちゅうトイレ行ってたな、お腹も調子悪いのかな、ん夜なのに全然食欲ないぞなんつって、で、あ、そうかそうか、分かった分かった。これはよくあるパターン。風邪ひく前兆。分かるんだよね。これね、すごい初期パターン。この次の段階になるとね、あれ、肘と膝が痛いぞ。関節がなんか妙に痛いぞ、みたいになってくると、もう、これももう鉄板。必ず次の日、風邪ひいちゃうパターンなんで、その僕、前段階だろうなと思うんですよ。自分の経験上ね。で、これやばい。よし、今日は早く寝よう。いつもみたいに夜中調子に乗って生放送とかなんかしないで早く寝てしまおうと思ってですね。全然食欲はないんだけども、なるべくそのなんだ、食べやすそうなものをちょっと用意してですね。まあ僕は、なんだろう、今日は豆腐と、卵と、なんだ、サラダ的なものだけ買ってきてね、ちょっとだけ食べてね。もうさっさと寝ちゃおうと今思ってるところですよ。風呂もすげえ入りました。風呂に長い時間入っていっぱい汗かく、すんげえ汗かくの。いっぱいドリンお茶、ポカリとかそういったもの飲んでね、風呂でいっぱい汗かいて、そんでもうそのまま寝ちまうっていうのが僕結構、風邪の初期症状を退治するセオリーとしても思ってるんですけどね。なんかでも誰かにね、それはあんまり良くないんだよとか言われたこともあるんだけど、いやいやいや、やっぱ自分でそれがね、調子がいいと思ってる方法がやっぱりいいんじゃないの？だってさ、風邪ひいた時の対処方法でも、風邪ひいた時には風呂入らない方がいいんですよっていう意見もあるけど、いやいや、風邪ひいた時こそお風呂にガンガン入って汗バンバンかいた方がいいんですよとかね。うん、全然違ったりするんだよね。何が正しいとかってどうなのかなって思うよね。そういうこと考えるとさ、みんながみんなタバコが良くない、タバコが良くない、早死にするぞ、肺がんだとか言って言うけどさ、いや実は本当はタバコは体にいいんですよとかね、そういうのもあったらいいなとぼんやり思ってるわけなんですけどね。あ、でもね、そうそう、タバコに関して一つね、いいこと聞いたんだ。JR だっけ、なんか分かんない、これはどこだか分かんないけど、どっかの鉄道会社の人から聞いた、すごい情報ソースが曖昧で嘘かもしれないんだけど、自殺する人の多くは非喫煙者だって。タバコ吸ってる人はあんまり自殺しないんだってさ。うん、タバコ吸ってる人は
非喫煙者の比率が異様に、非喫煙者だから喫煙者自体が減ってる。いやいや違うんだよ、喫煙者の自殺するのか、なんだっけな、ちょっと情報をもうちょっと確認しなきゃいけないんだけど、とりあえずそういうことらしいですよっていうのは聞きました。で、何の話してたんだっけ。ああそうだ、だからもう今日僕さっさと寝ますよってこと言いたかった。で、明日ね、土曜日じゃんや、明日日曜日で、まあそれこそ毎週日曜日のゲームの大会もあるし、明日は4時から特急8もあるしね。で、あれだよ、4時、5時から5時半かな、ファンディールさんの新しいカードゲームノバの、ティーチング会も行われますからね。明日は盛りだくさんですからね、僕倒れてなんかいられないですから。はい、なので今日は薬飲んでさっさと寝ちまうことにします。はい、これね、あ、これ説明しなきゃ、戦国散歩、見ちゃいけないのか、烏谷聡先生のから戦国散歩です。もうタイトルだけ見て即買いですね。結構古い本なんですけど、これは僕ごめんなさい、烏谷聡さんというのはもともとエッセイ漫画、エッセイ4コマ漫画系の人でですね、独自の世界観、のんびりした雰囲気でとても僕大好きな方なんですけど、この人の戦国時代の散歩なんだろうな。ってことは戦国時代のその歴史名称というか史跡をめぐってああだこうだ言ってくれるんだろうなと思って、僕もそういうね、史跡をめぐったりするのが好きなんで、そういうのの参考になるかなと思って買ったんですけど、どうも違って、烏谷聡が戦国時代にタイムスリップしてその状況をちょっと見てきて、それにうんちく垂れるみたいな。いや違うだろう烏谷さん、あなたの作風的にそうじゃないだろう、求められてるものはそうじゃないだろうと強く思いつつ最後まで読みました。はい、いやでもこれがいいんだという人もいるんだろうな。いやでも僕はこの人が普通に日本全国プラプラ歩いてるだけでも十分満足なんだけどな。はい、というわけです。はい、じゃあおやすみなさい。明日は元気になります。おやすみなさい。